6月12日日曜日夜6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 今回は、ドイツ1977年に発売された金版4003最高式ホームセットという動画です。はい、どうぞ。動画とその前に動画番号0783で、あの木造駅舎セットでこの売店は取れないと伝えましたが、実は取れましたね。これをですね、左側に座してこう取るんですよね。もう紙箱ですよ ね。まあちょっと長細いね、紙箱となっております。内容物はご覧の通りです。対向式ホームが3つ、看板2つ、シール1枚、柵2つ、そして取説です。ね、品番4001と4003の、まあ、取扱説明書ですね。まあ、ここに、まあ、駅の発展パターン、まあ、こちらには、まあ、パーツの、まあ、使い方が書かれています。これ、まあ、あの2021年04月でバージョン7となってますけどね、まあいろいろ変更したんでしょうね。まあシールとかカラーパウダーがなくなったりとか、まあ、そういうのありますけど。でここ見てください、これ まだ品番がこれ4002になってるんですよね。4002もう4202になってるんですけどね。だからバージョン8になるんでしょう。まあ材質は紙ですね。従来のシールはまあこのようなデザインでした。でまあしかもですね、まあ切り込みがあります。なのでね、あのカッターナイフハサミは必要ないかったんですけれども、今回は切り込みがありませんので、まあ別途カッターナイフおよびハサミが必要ですね。まあピンセットもあった方がよろしいでしょう。切り込みがあったのは良かったかもしれないけど、まあ印刷がずれていたっていうこともあるから、やっぱり自分の手でカットした方がいいかもしれませんね。とりあえずまあ一つ。貼り終えたんだけど、なんかシール面積これ小さくなってない？この前の10枚のシールは目いっぱいだったけど、こっちは枠通りに切ったら隙間が随分とあるんだけど。4001で、組み立てたものと4002で組み立てたもの、そして今回ですね、この4003をまあ組み立てて、ちょっとね、規模を大きくします。こちらの右側にはまあ柱があって、まあ左側には柱がないというふうに統一してるんですよね。これないでしょ、こっちなんでしょ、ね、これ統一すればこのようにですね、見栄えが良くなります。3つのホームのうち1つは、まあ、自由に、まあ、柵看板を取り付けています。で残りの2つですが、まあ、これは自分はこのような長さにカットしました。先ほど指定した柵の長さ、まあね、こちらとこちらはまあ、ゴム系、ね、ボンドで固定しました。で、今度はですね、この看板と柵の長さをね、切ります。柵、まあ、看板と柵を、まあ、そのまま、ね、差し込みます。接着剤は使わないです。今回の4003、そして、一番初めの4001、そして4002、計6両ホームができました。今日はトミックス対向式ホーム延長部セットの動画です。進行役は竹坊でした。